ショールーム配信初めてなので緊張してます。さくらちゃん、はじめまして。はじめまして。初見です。ありがとうございます。こんにちは。お昼ご飯はまだ食べてないです。さくらちゃんのブログは今の楽しみです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。頑張ってください。ありがとうございます。緊張してます。多分初見です。初めて配信しました。候補生中は10番でした。こんにちは。奇声、みんな可愛い。みんなめっちゃ可愛いです。ゆっくりで大丈夫だよ。ありがとうございます。NNB に入ってくれてありがとう。ありがとうございます。笑顔見せて。めっちゃ緊張してそう。めっちゃ緊張してます。11周年のコンサートは出演しました。憧れの先輩は阿部ワタナさんと渋谷凪沙さんです。縄跳びすごかったね。すごい、いつもはもっとできるんですけど、すごい失敗してしまって、またリベンジしたいです。歌とダンスは得意ですか？どっちも苦手なんですけど、ダンスはチアリーディング部に入っていたので、まだ歌よりはできます。思ったより身長低いですね。152センチです。
日本史は好きなんですか？日本史はいろんな人物がいて面白いので好きです。暗記が得意なので日本史が好きです。チアリーディング経験者です。と大阪出身です。口笛はできないです。好きな時代は江戸時代と大正時代です。短距離は速いの？中学生の時に陸上部に入っていて、 50m 走のベストタイムは6秒台です。何歳ですか？18歳です。真面目なところが伝わってくる。ありがとうございます。めっちゃ早いやん。ありがとうございます。ブログ毎回チェックしてます。ありがとうございます。好きな将軍は何代目？江戸時代だったら15代将軍が一番好きです。おしゃべりは好き？人見知りなんで人前でしゃべるの苦手なんですけど、頑張っていきたいなって思ってます。ブログの画像全身もお願いします。また載せたいと思います。麻生桃子ちゃんとどっちが早いとやってみてほしい。ぜひやってみたいです。ドラマとか漫画で好きなものありますか？東京リベンジャーズ漫画で見てます。こんにちは。フォローしました。ありがとうございます。ご兄弟はいらっしゃいますか？いないです。一人っ子です。チアダンス披露すればいいのに。また披露する機会があればぜひ披露したいです。通り部は誰推しですか？ちふゆです。ブログ毎回チェックしてるよ。ありがとうございます。何綿ですか？不明です。ポムポムプリン好きなの。かわいい。ありがとうございます。堀しおんさんとチア共演してほしいです。ぜひぜひお願いします。不明なんですよ。でも A 型か O 型です。ちふゆ推し和田さんと一緒ですね。またお話しさせていただきたいです。こんにちは。何歳ですか？18歳です。発起不明の子多い。3人いますね。りさちゃんとまこちゃんと自分は。血液型は不明です。こんにちは。目標の先輩は渋谷凪沙さんと阿部渡那さんです。18歳より若く見えるね。よく言われます。オーディションの時も
年齢教えてくださいって言って18って言ったら見えないですって絶対言われます。同期では誰とよく話しますか？みおちゃんと話します。まだ身長伸びてる？もう止まってしまいました。160センチぐらい欲しいんですけど止まってしまいました。はじめまして。8歳と思いました。18歳です。さくらはひらがなです。また名前の由来とかもブログで話せたらいいなって思ってます。牛乳飲みましょう。牛乳嫌いなんですよ。飲めるように頑張ります。バンジージャンプしたら伸びるかもよ。バンジージャンプいつか飛んでみたいです。上野樹里さんとワトニャンに似てる。ありがとうございます。嬉しいです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいい。ありがとうございます。性格的に周りからなにわたっぽいって言われる。真面目なので英語たっぽいって言われます。あきら先生にも真面目すぎるって言われました。フォローしました。ありがとうございます。こんにちは。普段からおとなしい感じですか？普段もおとなしいんですけど仲良くなったらいっぱい喋ります。勉強は得意ですか？文系は得意です。数学とかはできないです。言い方だと思います。自分も英語とだと思います。真面目さが伝わりますよ。ありがとうございます。仲良くなってお話ししたい。お話ししましょう。またこんにちは。真面目すぎるとははっちゃけろってことなのかな。もうちょっとはっちゃ切れたらいいですよね。はじめまして。8期生はさくらちゃんを押していきます。ありがとうございます。と学校でははっちゃけてる。すごいおとなしいです。割と一人でいるのも好きなんで一人でいることもあります。8期生で一番真面目そう。でもみんな面白い子が多いんでそうかもしれないです。こんにちは。音楽はどういうジャンルの楽曲を聴いてますか？ K-POP とかも聴いたりします。こんにちは。
めっちゃワトニアに似てる。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあもうそろそろ終わりたいなと思います。初めてのショールームなんですけど、すごい緊張してしまったんですけど、またやりたいです。コメントで皆さんが質問してくれたおかげで楽しかったです。また来ます。ありがとうございます。配信ありがとうね。ありがとうございます。こちらこそ。慣れてくるよ。慣れていきたいです。初ショールーム見れてよかった。ありがとうございます。では最後にランキング発表します。13位のんびりさん、ありがとうございます。12位ちゃんめぐさん、ありがとうございます。11位終わりなき旅さん、ありがとうございます。10位バドさん、ありがとうございます。9位横浜のマー君、ありがとうございます。8位ゆっくん、ありがとうございます。7位マー君、ありがとうございます。6位タパナスさん、ありがとうございます。5位ベリマユアットアパリッポさん、ありがとうございます。4位ポトタさん、ありがとうございます。3位ゆうきさん、ありがとうございます。2位サリュウさん、あっとはじめまして、ありがとうございます。1位みやおいさん、ありがとうございます。見てくださってありがとうございました。また配信したときはよろしくお願いします。